福島テレビ株式会社は、福島県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上基幹放送事業者である。愛称は、福テレ。コールサインは、JPXDTV で、フジテレビ系列に属している。リモコンキー ID は、キー局のフジテレビ、準キー局の関西テレビなどと同じ、8。民間放送事業者であるが、開局の経緯から、福島県が株式の半分を保有している。1962年に県と地元新聞社などが出資、設立されたテレビ局であり、いわゆる第三セクターにあたる、唯一の県域放送局である。社長ポストも、初代は、調停役の県から出納長だった人物が、就任したほか、2代目から6代目までは、すべて副知事を歴任した人物がいわゆる、天下りで社長に就任してきた。元社長で、相談役の中村圭司は、産経新聞出身者であるが、現在も、県関係者や県議会議員などが、取締役に就いている。なお、2007年から2016年まで社長を務めた、額沢修一は、8代目にして、初めての、生え抜き社長であった。2016年6月に9代目社長に就任した森洋一は、初のフジテレビ出身者の社長となった。略称 FTV は、現在のキー局である、フジテレビが CX を使用する前、開局直後の数年間にわたり使用していた。福井テレビは、本局より後に開局したため、FTV を略称に用いることができず、FTB を使用している。台湾のテレビ局、民間全民電子公使が、福島県を訪問した際、略称、FTV が、本局と同じだったことで話題となった。2019年4月1日からは、愛称に、福、テレを制定した一方、1998年に、制定された、従来のロゴマークと略称ロゴは廃止されず、局名国知事に愛称とともに併記されているなど、愛称制定後も継続して使用されている。また、現社屋の壁面に掲げられた看板も FTV の略称ロゴである。制定当初の半年間は制作著作テロップや天気予報などのミニ番組の名に FTV、福島テレビの文字を残していたが、同年10月の改編時にすべて福テレに変更された。在福テレビ局では、唯一の予報業務許可事業者に指定されている。FTV 放送会館情報センター棟1998年4月から使用されている2代目ロゴマーク。2019年4月以降も正式ロゴとして福テレロゴと並存。福島県ではラジオ福島が1957年にテレビ帯免許を取得するものの1958年に失効してしまった。全国的にラジオ単営局がテレビ放送も開始してラテ県営局になる傾向系列か日本テレビ系列への加入があり、ラジオ福島も県営局となるところであったが、増資などの折り合いがつかずにその道が閉ざされた。次に、同名ながら全くの別会社である株式会社福島テレビが1960年に予備免許を取得したが、1961年3月1日をもって免許が失効となり、開局できずに終わった。この度重なる開局延期劇の背景には、福島民報、福島ミニューという地元に大新聞館の確執や、その背後にある民報毎日新聞 TBS と民友読売新聞、日本テレビの関係、またこれらとは別の福島市対郡山市といった対立関係もあり、こうした福島県特有の事情のため調整が難航していたからである。この争いに終止符を打つべく、県が自ら調整に乗り出して誕生した放送局が本局であり、1962年、県及び県議会がテレビ免許あり当てに対する競り願い者の間に調停に入り、県が主導した上で、福島テレビ株式会社を設立。翌年1963年4月開局している。当時、全国的に1県1局が通常で、1967年のテレビ放送用周波数割当計画表修正まで UHF 波の親局送信所使用が解禁されなかった事情があったとはいえ、広域圏の中核都府県を除く、府県や隣県の電波の関係で VHF 波のテレビ、親局送信所設置が困難だった佐賀県を除けば、民放テレビ第1局としては、最後発での開局となった。TBS、日本テレビクロス時代のネット編成 TBS、フジクロス時代のネット編成 TBS、フジクロス時代のネット編成現社屋は、一つのスタジオから、テレポートプラス、サタフクを放送。テレポートプラスは区外のローカルニュースは、報道局内に設けたブースから放送している。FTV 放送会館情報センター棟企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、フジテレビ系列のリモコンキー ID 地図上で赤く、塗られている地域のつぼねが ID8 である。親局中継局東日本大震災による岩手県、宮城県、福島県のアナログ放送終了延期に伴い2012年3月31日まで継続していた。親局準親局中継局ミニ番組制作局の表記のない番組はフジテレビ制作。制作局の表記のない番組はテレビ、東京制作。ミニ番組枠のみ制作なお、23時からの最終版ニュースは JNN、FNS クロスネット時代は本来 JNN 系列協定に沿って JNN ニュースデスクを配信すべきだがネットせず自社制作ローカルニュースを放送していた。TBS 系番組同時ネット、テレビU福島に移行した番組日本テレビ系番組同時ネット。福島中央テレビに移行した番組テレビ朝日系、番組同時ネット福島中央テレビ、開局後に放送された番組、福島中央テレビに移行した、番組民共共共同制作番組テレビ、東京系番組薄い土曜劇場で放送した、作品参照、FTV1983。ピアニッシモ254、275その他の、つぼねの番組旧ロゴ時代にネットされていた、フジテレビ系の番組同時ネット、TBS 系時代からのネット。フジ系移行後に、ネット開始。現ロゴになってからネット。は、アナウンス責任者経験者。男性女性基本は、キー局と同じキャッチフレーズである過去。ありがとうございます。